ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。弟のオトです。突然ですが、はい、何ですか。とても寒い季節になってまいりました。お、そうですね。ですよね、はい。まあ、寒くなると朝起きられないですよね。いや、まあ、はい、その通りでございます。さあ、そんな時僕は考えました。そんな悩みを持つネバ社員のために、姉ちゃんが朝から上がるアラームを作ってあげればいいんじゃないかと。上がるアラーム、おー、ということで、今回はいいじゃないですか、目覚ましアラームを作ろうという企画でございます。はい、珍しく音がいい企画を持ってきてくれましたよ。珍しく、いいですね、乗り気ですね。はい、頑張っていきましょう。あ、いける、いける。あ、じゃあ今から何種類かボイスを収録していきたいと思いますんで、じゃあじゃあ思いますんで、おいえ、それじゃあ姉ちゃんスタンバイしくよろです。よろしく。お年玉の出費えぐー。コロちゃんどうかな、何いけそうな感じかな。はい、いけます。いけるかな。あ、いける、はい、オッケーオッケーオッケー。じゃあ回していきましょう。じゃあね、最初のシチュエーションは、はい、朝ごはんの準備をした後に起こす目覚ましボイス。わかりました。いける、うん、じゃあいきましょう。はい、いくよ。3、2、1、アクション。ねえ、ご飯できたよ。ねえ、起きて起きて。はい、カット。はい、どうですか。いや、2階にいる。ちょっともう一回行こうか。もう一回、もう一回行ってみようか。うん、朝ごはん。朝ごはんにおってこないな。匂ってこない。朝ごはんの香りがちょっとしないな、これな。ね、うん、朝ごはんがあるっていうね、こうシチュエーションをもうちょっとね、こう組んでもらえるとね、いいかなって思うんだけど。わかりました。じゃあもう一回行きましょうか。はい。じゃあ行くよ。はい。3、2、1、アクション。トン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 。ねえ、起きて。ねえ、ご飯持ってきたから。ねえ、起きて。ドア開けて。ねえ。はい、カット。あの、匂いをさせようとご飯を2階まで持ってきました。いや、わかるわかるよ。試みはわかる。うん。試みはわかるんだけど、起きないな、それじゃ。起こさないと。起きないか。起こした上で朝ごはんの香りもさせないとね。そっか。ちなみに見本とかあります？見本？はい、ぜひ監督の見本を見せていただきたいな。あ、いいよ、わかったよ。いいよいいよ。はい、どうぞ。あー、あー、朝ごはんいい匂いだな。あー、わかめの味噌汁。あ、うん、納豆。あ、 TKG、 こりゃたまんねえな。わ、いいの、先食べちゃうよ。はい、いただきます。あー、はい、カット。なんですかそれ、起こして。起きるよ今の。ご飯の名前言っただけじゃん。あ、もう朝ごはん、あ、朝ごはん早く起きないなくなっちゃうってなっちゃうからね。だって夢の中にいるんだよ、こうやって。夢の中にいる中でそんな PKG とか。 PKG とか、え、何 PKG ってなるでしょ。え、ディレクターにイチャモンですか、それは。なるでしょ。え、ちょ、クビになっちゃうよそれ。あ、ごめんなさい、もう使わないよ次から。申し訳ないです、すいません。もうじゃあもうラストね、最後もうパッといこう。パッといこう。わかりました。はい、3、2、1、はい。ねえねえ、ご飯できたよ。ねえ、早く食べないと冷めちゃうよ。作りたてが一番美味しいんだからね。はい、カット。はい、どうですか。いいよいいよ、とてもいい今の。イエーイ、これはたまんないよ。イエーイ、イエーイ、イエーイ。じゃあもうその調子で次行っちゃうね。グランプリ、はい、次行っちゃうよ。どうぞ。二度寝してしまいそうな人に向けた目覚ましボイス。ああ、難しいな。まずこれ見本見せてもらうことってできます？まず見本。はい、ちょっとイメージが、あの、こういうシチュエーション、ん？シチュエーションがあるんだ。ダメだね、もうね。じゃあ行くよ。はい。じゃあちょっとキュー出してもらっていいかな。3、2、1、GO! おはよう。あれ？あー、もうまた、あー、もう二度寝しちゃうんでしょ？そうやって、あと5分って言って。しょうがないな。よいしょ。ちょっと、じゃあ、俺も寝ちゃおうかな。と見せかけてのサバ折り！ブン！あれ、最後なんて言いました？サバ折り。なんですそれ？知らない？知らない。知らないか。知らないです。まあ、相撲の技であるんだけどね。なるほど、ね、ちょっとね、あの、見本見せんのもしんどいから、あの、パッとやってね、自分でね。わかりました。うん、二度寝しそうな人です、ね、これ俺にはギャラ出ないんだから。わかりました。はい、3、2、1、アクション。あ、私が起きちゃった、間違えちゃったって。いいよ、続けて続けて。ねえ、起きて。ねえ、え、また寝るの？え、ダメだよそんなの。ピーポー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 、ほらほら、あなたを呼びに来たよ。ピーポー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 、来たよ来たよ来たよ。はいはい、カット。怖い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 。どうしたの？救急車来たらさすがに。救急車迎えに来ちゃダメだよ。迎えに来たよっていうので、怖い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 、って起きるでしょ。よくわかんないもんだって。いやいやいや、もうなんかあったのかと思っちゃうじゃん。そうでしょ、だから起きるでしょ。あ、なるほどね。はい。あー、すごい斬新だな。いや、もうじゃあ、まあ今のでいただこうかね。まあ、まあ他にもあるから。
年下の、はい、甘えん坊の彼女の設定で目覚ましボイスをちょっといただけるか。困りました。お、いけるかな。オッケー、じゃあいくよ。はい、3、2、1、アクション。のえー、起きとえー、のえー、お兄ちゃんじゃないけどね、起きて起きて、早くしないといじけちゃうんだから。はいはい、カット。うまくできた。あ、ちょっと待って。はい。え、何歳？14歳ぐらいかな。14歳。思ったより上だったな。上、はい？びっくりした。妥当だと思ったんだ。気持ち悪い。いや、気持ち悪いって言うなし。あ、もうじゃあもっと年下にしてみようか。いいんです。ね、もう彼女っていう設定はもう無視しよう。犯罪ですよ。3、2、1、アクション。お兄と。はい、カット。はい、どうですか先生。よし、もうこれ以上は聞いてられない。行こう、次行こう。聞いてられないってどういうこと。ギャルの目覚ましボイス。わあ、ちょっと待ってくだ、わかんないな。いやもうね、それはもうココロちゃんのギャルでいいよ。あー、わかりました。なんか一番まともになっちゃうかもですけど。じゃあ行きますよ。はい、3、2、1、アクション。ねえ、見てよこれ、ちょーちょべりぼ。あーもう最新見て。ねえ、あんたまだ寝てんの。ねえ起きてよ、ちょべりばだって。マジちょべりば。はい、カット。わかんないや。こらわかんないや。これはもう年齢がね、出るね。年齢出てました。年齢出るよね。ギャルって難しいんですよね。ギャル難しい。お手本、お手本ぜひ。ああそうだな。じゃあ行くよ。はい、3、2、アクション。ポンポンポン。ちょ、まだ寝てるんすか。マジあげみざわ。じゃあ二度寝とかマジアリエンティなんですけど。今日は旅るって言ってたじゃん。ちょっと起きてよ。あ、起きましたか。あ、朝丸水さん。カツスバラピオ。スバラピオ、スバラピオ。今日はもういいもの取れましたね。これを参考にしてね、最後にもうビシッとね、スッキリギャルの目覚ましボイスですよ。いやわかんない。もうダメだよ。ギャルって何。もう逃げは通じないからね。あいあいあい、もっとギャルを見たいんだよ。ウェーイ、よし行こう。3、2、1、アクション。イエーイ、見てるかお前だ、起きろーい。何これ。ギャルです。イエーイ、タピルタピル。いや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 、起きてっちょー。ラスト、ラスト。チョベリバー。よし、カット。ああ、チョベリバー。いやー、はーい、楽しかったです。もっとできるよ。ギャルだけが惜しかったよね。いや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 、ダメだよ姉ちゃん。何？まだね、うん、なんかちょっとポテンシャルがね、もっと隠れてるのが見えるよ。なんか最近さ、音のキャラってすごい変わってるよね。変わってないよ。ウェウェって、いつも通りだよ。ウェウェって姉ちゃんにいいもの取ってほしいから俺だって頑張ってるんだよ。ありがとう。まあちょっといいものが取れたかわかんないけど、うん、ぜひ皆さんいただいたカットで起きてみたらどうでしょうか。これどうやって聞くの。え、単体で配信したりするの。今のところその予定はないので、なんとなく皆さん目覚ましにこう録音して吹き込むとか、はい、工夫して聞いてみてください。みんなたくさん聞いてね。もし評判良かったら何かになるかもしれない。イエイ。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。